ごめんね。ちょっとやってみましょう。皆さんどうもです。ボルスです。今回は質問募集動画の、コメント欄に書いてくれた質問を返答していく動画です。前回だいたい30分ぐらいかかったんですが、まあ今回も多分かかると思うんで、ラジオ代わりに聞いてくれたらありがたいと思います。まだ一つもコメント読んでませんし、ぶつけ本番で喋ってるだけなんで、本当にラジオと思って聞いてください。質問だけ読んでいきますね。まあ、1周年おめでとうとか書いてくれてる方も多くいて、すげえありがたいですね。ありがとうございます。これはもう皆さんのおかげもありますし、頑張って今後も頑張ろうと思います。では1個目見つけたんで、ボルスさんの中でこれはあかんよれって感じたフォートナイトのアップデートターボ建築弱体化以外で1つ、これは昔動画にしたことがあるんですけど、結構昔シーズン何か忘れたんですけど、階段の上に床をつけて、その床に体をめり込ませてショットガンを撃てば、ショットガンの弾が貫通して、建築貫通して当たるっていうバグがあったんですけど、それはさすがにやばいと思いましたね。建築してれば弾を防げるっていう概念すらなくなるのはやばいなとは思ってました。ここ壊れ時なんかなと思ってたんですけど、まあそこは治りましたね。すごい昔に一応動画にはしてますね。グレーゾーンな動画ですけどね。グリッチを広めるみたいな動画だったんで、まだ残ってます。1周年おめでとうね。質問ですが、ポルスさんの中で PSO プレイヤー誰が一番うまいと思いますか？まあうまさで言ったらラゾークスさんがうまいと思う。海外ではラゾークスさんがうまいと思うし、まあ日本で言えば僕はいろんな方、好きな方いるけど、うまさにもねいろいろあるからね。建築がうまいとか、その建築系がうまいとか、アリーナとかの競技がうまいとかいろいろあるけど、競技で言ったら僕がよく聞くのは瀬古様さんっていう方と、で建築でうまいってよく聞くのはやっぱノルカさんとかエムカウさんとかですね。まああんまり知らなかったら申し訳ない。Twitter 関連ですね。どちらかといったら YouTube で探してるよりか Twitter で知ったって感じですね。他にもまだまだ上手い方はいますよ。ヘッドショット当てるときにイメージしてることは何ですか？ヘッドショット当てるときはやっぱりキャラクターを見るんじゃなくて、キャラクターのもう頭しかもう目は合わせてませんね。エイムを合わせるように頑張るというよりか、常にキャラクターの顔をできるだけ見つめておくと当たりやすくなると思いますね。まあこれはまた違う動画で解説する予定があります。よかったら見てくださいね。見てみたいね。あ、待ってください。ありがとうね。ありがとうございます。できたら、まあできて別にそうはないと思う。有名になるには YouTube のチャンネルを伸ばすには系統がありますね。これは、まあ、チャンネルを伸ばすのは本当に運もあるし、あとはできるだけ頑張る必要はありますね。やっぱ最初の頃とかは、まあ、伸びたらやっぱ楽しいけど辛い時期もありますし、全然その今で、僕の今ですら別にお金になるわけではないんで、本当になんて言うんだろう、趣味は趣味なんだけど、他人のことを考えた趣味として作らないといけないから、ちょっと難しいとは思います。やっぱ一番早道というか遠回りな感じはするんですけど、早道と思ったのはやっぱ毎日投稿とか毎日ライブ配信してるのは絶対伸びてるなと思いましたね。ネフライトさんとかもすごいよね。もうほんと毎日上げてるからすごいと思いますね。今のオープニングを作るのにかかった時間、あのフォルスっていう字ですね、あれは実はめちゃめちゃかかってて、まあ確かクリエがない時代ですね。あれプレイグラウンドで作ってるんで、多分クリエがない時代、資材集めて、であれエンディングは破壊してるんですけど、あれを2回ぐらい間違えて破壊できなかったり、なんか中途半端に終わっちゃったりして、合計でまずあれをポリスの文字作って破壊しての取り切るのに大体2日ぐらいかかりましたね。まあ音楽つけるのは簡単だったんでいいんですけど、それぐらい2日ぐらいかかりましたね。まあその6時間、6時間ぐらいかな。まあ言い過ぎかもしれんけど、それぐらいかかりましたね。結構難しかった、文字書くのは。ちゃんとね、図面っぽいのを書いて、一応マス目でね数えてましたね。名前とか書いてるから分からんけど、ああこれはあれか、覚えてますかどうか系とか、まあごめんね、あんまり他の方は読めないけど、覚えてますかどうか系とは、俺は ID もしくはアイコンが一緒だったら大体覚えてるとは思いますよ。特に多分コメント、この動画にコメントしてくれてる方は全員覚えてるとは思いますね。彼女いますか？いません。これは前の質問にはあったな。何色が好きなんですか？何色が好き？まあバナコがオレンジずっと使ってるのはありますね。オレンジが好きですね。色は何色でも好きだけど、やっぱオレンジがいいかなと思います。
他にまたマップ作るんですか？もっと作ろうと思ってますね。作りたいマップはすごいいろいろあるんで、機能もね、ものすごい増えてるんで、まだまだ作っていこうと思います。101の島とかをね、使ってくれてる方よかったら、あれは多分チャプター2になってようやく作れる相当凝った代物なんで、よければ使ってみてね。モデレーターで誰が好きですか？全員に感謝してますよ。チョコさん、ありがとうございます。ソロスク勝ったことありますよ。勝ったことはあるけど、そんなにキルしてるわけではないですね。やっぱり勝ちに固執しちゃって、キルするためにソロスクするはずなんだけど、なぜかね、勝ちたくなっちゃって、たまに普通にイモノルとか、ここは出たらやばいかなと思って、リスクできるだけ背負わないようにしちゃうんで、勝ったことあるけど派手ではないですね。一応どっかに動画してたかもしれんけどな。軽いソロスクね。最初にゲームしたのは何歳ですか？多分小学校かな。僕が一番最初にやったゲームは、ゲームボーイアドバンスっていうなんかパカパカ開くやつがあるんですけど、それの、ファイアーレッドリーフグリーンのリーフグリーンっていうポケモンをやりました。そこが初めてかなと思います。多分知ってる限りはそんな感じですね。 YouTube しててよかったと思ったことは、まあやっぱそのいろんなことが見えてくるっていうのもありますね。いろんなことをやってますし、皆さんとなんかコミュニケーション取れるのはやっぱ面白いよね。僕は今まで全然こういう、オンラインのゲームをしたことがなかったんで、オンラインのゲームでどんどんつながり持てるっていうのは結構面白いとは感じてますね。やっぱり彼女いない歴イコール年齢ですか？彼女系好きやな、みんな。俺そんなにモテへんって毎回言ってるんやけど、全然いませんよ。僕は彼女いかない歴イコール年齢で OK です。残念ながら20年以上はいないね。悲しいね。まあ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 、クリエイティブで作るのに時間かかったものって何ですか？クリエイティブで一番時間かかったものはやっぱり、シーケンサー時代のエンドゾーンですね。シーケンサーが本当に難しくて、シーケンサーを何回も作り直してたんで、一番最初のエンドゾーンとかはおそらく1週間ぐらいかかりましたね、あれまあ丸ごと1週間というわけではなくて、普通にフォートナイトできる時間1週間って感じだけど、まあそんぐらいかかりましたね。ずーっといろいろ考えてようやく作れましたね。クリエイティブのミニゲームの制作、ミニゲームと、まあエンドゾーンとかは俺ミニゲームって呼ぶかわかんないけど、例えばショッピングウォーっていう、まあ、チャプター2始まる前ぐらいに作ったミニゲームマップがあるんですけど、あれで言ったら多分8時間ぐらいですね。だいぶ慣れてきたっていうのもあって、こういう構想があってこういうの作りたいなって思った時は、そういう時はなんかこのギミックを使えばいけるかなとか思いますね。確か一人倒されたよね。一周年おめでとうございます。これからありがとうございます。エイムの感度が低感度ってフォートナイトではメリット少ないと僕は思いますね。まあただエイムの感度だけじゃなくて、今はね建築感度と編集感度それぞれ決めれるんで、エイム感度は低くても今は大丈夫な感じがありますね。好きなスキンはバナースキンが1位、フィッシュスキンが2位、3位ノーマルスキンかな。一応自分が買ったスキンはピンクマーとフィッシュスキンは自分で買った数少ないスキンなんで好きなんですけどね、ピンクマンも。ただまあ今の順位かな。ワールドカップで出ていた選手何割ぐらいしてます？3割ぐらいですね。思ってたよりはるかに知らなかったな。クリエ除いてもね、クリエもね言うて知ってる人少なかったし、ボルスさんの視聴者の子さんに、いやーありがとうございますけど、ここにコメントしてくれてるだけでも普通に嬉しいよ。まあ僕はあんまり子さんとか新参とか気にせず、全員できるだけねできるだけ同じように接してるつもりではある。なんか差が出てたらごめんね。フォートナイトのモチベーションがないんですけど、まあモチベにも種類はあるけど、やっぱなくなるのは仕方がないと思いますよ。環境の変化についていけないとか、特になんかね、今までできてたことができなくなったとか、勝てたのが勝てなくなってきたとかね、やりたいことがやれなくなってきたっていうのは、まあやっぱ萎える原因ではあるけど、まあ逆にできることをまた探すチャンスでもあるし、またね、また逆になんかが見つけることができるっていう風に考えると、まあまたね新しい一歩みたいな感じになるかなとは思ってます。まあ俺本当にモチベは全然下がんないのありますね。まあフォートナイトの中でもいろんなジャンルのゲームがあるからね、競技しかり、ただのエンジョイしかり、クリエしかり、いろいろあるんで、まあ無理してやらないといけないわけじゃないけど、なんかねコロコロ入れ替えていくのもいいと思いますよ。尊敬しているフォートナイトプレイヤーを目標にしている、尊敬か、まあイーダンとか尊敬してますけど、最近は
本当にここ最近はボボ君がだいぶ尊敬しますね、僕は。よく見るようになりましたね。競技にちょっと帰ってるんで、今競技に帰ってて、でまあその CRR とか、なんか誰だったかな、他にもまだね数名パッドプレイヤーの PC パッドだけど、パッドプレイヤーの競技モードとかいろいろ見てるんだけど、やっぱボボ君はアジア1位と、ソロでねアジア1位で取れてるし、やっぱ上手いなと思って、今はボボ君尊敬してますね。めちゃめちゃ今頑張って参考にしてますね。最終的に YouTube で何をしたいんですか？難しいな。最終的に YouTube で何をしたい、まあどこまでいけるかわかんないけど、今はとりあえず進む期間ですね。ただまあこの前の重大発表でも言った通り、期限付きっていうのもあって、まあ、それが期限が終わる頃にどれくらいまで進んでるかわかんないですね。趣味程度になるかもしれんし、ちゃんとなんか YouTuber らしいことができるのかもしれんね。そこはまだあとちょっと、またあと1年ぐらい頑張って、その先で決まる感じかなと思います。やりたいと思ってますよ、 YouTuber 的なことは。ゲーム以外とかもね、割といろんなことをアクティブにやってみたいと思ってますね。顔出ししたらね増えるんだけど、顔はなまだね、まだもうちょっとチャンネルが大きくなってからで、ごめんなさい。PC 買うとしたら何をしたいですか？フォートナイトですね。あとはまあ動画編集かな。動画編集したい編集もあるんで。今の勝利数はいくつですか？2600ぐらいかな、合計で。それぐらいですね。カスタムとかクリアやってる時、以前は結構増えてたんですけど、配信始めてからカスタムと、クリアが増えてからは本当に勝利数が落ちちゃいましたね。もともと勝利数の多さで日本ランカーとか喋ってたんですけどね、今はもう何もない。何もなくなっちゃった勝利数は。頑張ってください、ありがとうね。好きな歌は何ですか？まあ前の質問動画にもあったんですけど、前はファンキーモンキーベイビーズって日本のやつ言ったんですけど、今最近は洋楽聴いてますね。洋楽で See You Again とか、そのなんだっけ、ワイルドスピードっていう映画のね歌があるんですけど、なんか最近洋楽を聴いてますね。キルクリップとかを作り始めて、やっぱりそういう音楽は好きになってくるっていうのはありますよね。ナレウォーカーとかマシュメロとかいいよねって感じ、ちょっと分かってきましたね。昔全然聞かなかったけどね。好きな動きは何ですか？チャプター2になってから、まあスカーが出にくいというか、ほとんどスカーを見ないっていうのはあるんですけど、今青タクショ、これ今画面に映って持ってる青タクショと青3点の2コンボはすげえ安定するっていうのと、グレネードが強すぎるって感じかな。まあ強すぎるだけで、グレネードが好きとは、投げられたら嫌だからね。まあ好きな武器は青タクショかな、今は。プレイングにすごい噛み合ってくれるんで。好きなツルハシは、僕は、まあ、スタッドアックス使ってたんですけど、最近はまた正義の 2B 鉛筆に戻って、そればっかですね。それが元から好きで、シンプルでかっこいいと思います。今のフォートナイトについて、チャプター2のフォートナイトは、まあやっぱシーズン、チャプター1のシーズン1とか2を真似てるところもあると思うから、まあこういうのはこういうのでね、しゃあないとは思いますよ。競技モードとか、このマップで、かつこの移動物がない環境は、あんまり競技の、範囲から外れてるようなマップみたいなね、ことも言われてる時はあるけど、まあまあまあ、長い目で見たらね、ずーっと競技モードに適したマップすぎると、また、競技モード以外の層が離れちゃうかもしれないし、まあいろんなことを考えてこうなってると思うから、まあやっぱ、フォートナイト運営はすごいと思うからね、ある程度は結構信じてますね。僕のもともとやってたゲームがあんまり運営が良くなかったっていうのはあるけど、結構信じてますね。他の人の動画は今まで全然見てなかった。夏休み終わるまでは全然見れてなかったんですけど、最近はちょっとね、ライブ配信とかが少なくなっていちゃってるっていうのもあるんだけど、その代わり自分の時間を好意的に作って競技でちゃんと勝つために結構見てますね。まあさっき言ったパッドプレイヤー中心に見てますね、最近は。YouTube を始めたきっかけは、まあもちろんいろいろあるんですけど、友達とやってて、まあまあ良かったし、戦績もやったらって言われたとかもあるし、まあいろんなことを考えてはいたんですけど、まあやっぱ自分が何か作るのが好きっていうのはありましたね。本当にすげえいろんな理由があるからな、何か
何が YouTube に行ったきっかけなのかとかはね、ピンポイントに会いにくいけど本当にいろんなことありますね。あとはフォートナイトとかのオンラインゲームっていうのは海外とのコミュニケーションツールになり得ると思ってた部分もあって、まあそれはちょっとね大学生的な関連で言ってるからあまり深くはね気にしないでいいけど、そういうところもあってちょっとねコミュニケーションツールとしてすごい面白かったから、 YouTube とかでみんなとつながれてる事実もあるしね、結構面白いよなと思ってます。タートルファイトの作り方は多分動画になると思います、近々。タートルファイトというよりかは、4v4 とかのボックスバトルですね、多分それになると思いますね。どんぐらい課金してるの？5000円ぐらいですね。バトルパス買ったらずっと回していけるからね、本当に。フォートナ以外のゲームは最近ちょろっと Apex シーズン3初めてやってで、それぐらいかな。あと全然やってないですね。好きなゲームはいっぱいあるんだけど、まあやっぱフォートナイトが面白いっていうのと、他のゲームをやる時間がないっていうのもありますね。最終的にどこを目指してみますか？ああ、最終的に、まあ、似たような感じかな。あれと YouTube の最終目標と。まあ、一番いいのはやっぱ俺は趣味程度じゃなくてしっかりとね YouTube やりたいなと思ってるけど、まあなあ親にも迷惑かけるわけにはいかんし、まだね言うて学費も自分で払ってるわけじゃないし、そんな安くない、むしろ高いしな俺の学校あんま言ってないけどね学校のとこととかは。だからちゃんとねそこはしっかりと返さないといけないから、そう考えるとね甘えてはいかんから、まあここであと1年頑張ってどうなるかやな。言いにくいのですが、なんで言いにくいんや好きな食べ物か。好きな食べ物は僕はめちゃめちゃあるけど、まあ前はね、前の質問動画にもあったな、寿司とかね、すごいいろんな食べ物あるけど、意外と嫌いな食べ物とか聞かれないね。逆に好きな食べ物、最近よく食べてるものはアボカドですね。生の、アボカド、あれ調理せずに半分に切ってそのままスプーンで皮を器にしてスプーンで作って食べるっていうのが最近は本当によく食べてるねかなり野蛮的やけど美味しいんやな。これが将来旅行してみたいところはどこですか？僕はまだアメリカに行ったことがないんで、アメリカかヨーロッパ、アメリカはそのハワイはあるけど、まあハワイはちょっと微妙なラインやからね。ちゃんとアメリカワシントンとかニューヨークとか、まあそこら辺のねアメリカかヨーロッパも行ったことないんで、まあ行ったことないとこは本当にいっぱいあるけどね、もちろんアメリカかヨーロッパのどっかに行きたいなと思ってます。キーマウに憧れてやってみたいという気持ちはまああるにはありますね。やっぱりキーマウの人の方がプレイングは見てて好きなんですよね。かっこいいよね、キーマウの方が編集と建築ガンガンやって、もう目にも止まらぬ速さで処理していくのかっこいいよなとは思いますねだから憧れはしてるな。いやまあまあまあけどパッドでやるかなとは思います。フォートナイト以外のゲームをやりたいとは思ってますね。フォートナイト以外のゲームやる予定はありますかというコメント、ありがとうございます。まあやりたいと思ってるな。あとホラーとかね、俺はホラーは好きじゃないんだけど、多分リアクションは意外とね俺結構撮るタイプなんで結構ね顔がね変顔する時もあるから、それはそれでなんか YouTube 的にはウケるかなと思って撮っときたいって感じはありますね監視してからいろいろできるかなと思うけど、顔出すまで伸びるかどうかの勝負ですね。やっぱ今ここはそこやな、そのラインですね。使ってるコントローラーは PS4 の純正コントローラーですね。よく売ってる PS4 買ったらついてくるやつですね。深海魚になるなら何になりたいですか？深海魚全然知らないし、なろうと思ったそのコメントがすごいな竜宮の使いしか知りませんよ。まあ竜宮の使いにしときましょう、多分かっこいいからな。大変質問しにくいんですが、足臭いですか？これはまあなかなか質問しにくいかもしれんな。確かに足は今は全然運動してないんで臭くはないとは思います。正直まああんま嗅ごうとも思わんからな。ただその中高とか部活やってる時は絶対臭いでしょ逆に部活やってて足臭くない人
ケアの仕方すごいよなって思いますよ。絶対、まあ僕は体育館競技が多かったんで、バレーボールと卓球とかが多かったから、まあサッカーとかもやってたけど、どの道ね、靴はすげえ臭かったな。まあ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 、それは俺はまあしゃあないと思ってたけどね。YouTube を始めたきっかけはさっき言ったね。朝ごはんは何も食べてないですね。朝ごはん食べずにコーヒー牛乳を砂糖多めで飲んで終わるってことが多いかな、僕は。食べた方がいいのは間違いないけどね。靴は右か左どっちから履きますか？いやー、難しい。難しい質問。答えづらいかもしれないです。申し訳ないです。プライベートな質問だから答えづらいっていうわけじゃなくて、際どすぎて答えづらいな。まず靴履く順番とか意識する人おるんかな？右利き左利きの際なんかわかんないんですけど、多分僕は左からですね。左足から履くな、僕は。トリプル C メンバーの名前すべて把握。把握はもちろんしますよ。すべて把握は全然してますよ。まあ YouTube のね、来てくれてる方の名前も把握してるからね。名前はまあ割とやっぱり見れば見るほど覚えるし、いけますよ。いろんなスポーツやってたから痩せてんじゃないの。まあ痩せてますね。食べないっていうのもあるし、痩せてますね。ヘッドホンやヘッドセット使ってます。ヘッドホン使ってて、この前なんかコードが、音がね、左からだけ聞こえなくなって、多分コードが悪いんだなと思って、コードだけを買いに行ったんですよ。で、その際に、まあ知識ないんで、ヨドバシカメラ、まあ大阪とかやったらめちゃめちゃわかりやすいと思うんだけど、ヨドバシっていう電気屋さん、でっかい電気屋さんがあるんですけど、そこ行って、で、このヘッドホンに合うコードを、このヘッドホンのコードをくださいって言ったら、このヘッドホンを知らないって言われたんで、まあ多分そんなにいいやつじゃないですね。そんななんか、すごい、なんて言うんだろう、有名なやつではないって感じですね。専門家かどうか分からんけど、その電気、まあ少なくとも電気屋さんで知識ある方にね、聞いて知らない言われたらもう知らんよね。いつもどの練習マップで練習してますか？僕は編集練習マップとか自分で作ってるマップがあるんで、ずーっとそれ毎日やってますね。平日の過ごし方は、休日も、平日休日はもう、平日は起きる、学校行く、帰る、フォトナ配信する、食べる、風呂入る、歯磨く、寝る。ほんとそんぐらいですね。あと寝る前に携帯触るぐらい。休日はもう起きる、フォトナする、フォトナする、食べる、フォトナする、寝る。風呂入る、歯磨く、寝るぐらいかな。まだ俺はお風呂というかシャワーは浴びてるけどね、まだお風呂はそういう入ってないな。俺湯船浸かりたいですね、そろそろ。絶対気持ちいいやろうな。配信してる時に気をつけてることは何ですか？まあ僕は、まあ癖とか性格のせいもあるけど、まあだいぶいろいろ、そのいろんな気は使ってるつもりではいますね。すげえいろんなところに気を配ってるようには、配るようにはしてますね。いろんな人の目線から見て、これはどうかなっていうのを考えながらやってますね、配信とかも。ポルさんにとってゲームは何ですか？まあゲームだけだったら遊びと思ってたんだけど、今はゲームは特にオンラインゲームですね。オンラインゲーム、シューティングゲームやり始めてから、シューティングゲームはもはやスポーツだなとも思ったし、オンラインゲームはなんかコミュニケーションツールかなと思いましたね。なんか喋りたい人がいてもさ、なんかのきっかけがないと喋れんや。そのきっかけって結構ゲームとかさ、やりやすいかなと思ってて。ダメか。なんかそういう面で最近っていうか、まあ、昔からね、そういう面でオンラインやり始めてから思ってきてたんで、面白いなと思ってますね。クラン入る気、まあ僕はもうすでに入ってるんで今はないかな。もう運営と入ってるクランで頑張ってますね。発信頑張ってください。ありがとうございます。大人で自分の強いところは、僕は今は立ち回りかなと思ってますね。立ち回りが一番他のプレイヤーよりかはうまくできる時が多いかなって感じですね。ポルスさん並みの強さを手に入れるには、1日の練習量何を、練習量か。練習量は個人的には、まあそのプレーを、実戦を練習に入れるのかどうか分かんないけど、実戦も練習になるし、そう、難しいな。どういう練習かにもよりますね。編集練習をずっとこなしてるとか、M 練習ずっとこなしてるわけではないですね。編集練習は1日30分程度
やってて、まあそれはだいたい固定でやってますね。30分ぐらいは編集練習コース1週にだいたい5、6分かかるかかからないかぐらいかな、多分そんぐらいだと思うんで、それを、できるだけ回したり、あとなんかもう本当に縦積みとかでも全然いいと思うし、できるだけそういう練習、基本的な練習をしてから、最近はあとはツイッターとかでワンオンワンを募集することが多いですね。ワンオンワンの対面を1対1で、もう本当にできるだけ時間短縮して凝縮して練習したかったんで、もうしっかりとワンオンワンとか募集して、建築、エイム、立ち回りとかいろいろ頑張って最近は練習してますね。だから合計したら、その配信が練習になってるっていうのももちろんあるんで、配信を含めると4時間最低でも4時間ぐらいやってますね。平日やれない時ももちろんあるけど、できるだけ3時間から4時間はやってますね。まあそれも部活の感覚ではありますね。部活もそんぐらいやってたと思うから、部活と同じ感覚で、で土日はもっと 2倍から 2.5 倍かなやってますね。最後ゲームでいじめてるやつを見返したいんですが、どうして、まあ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 、ゲームでいじめる人は正直もうしょうもない方やから、別にね、ほっといてもいいとは思いますよ。別に固執しなくてもいいとは思いますよ。ただあえてなんて言うんだろう、見返してやりたいんだったら、まあそのいじめてる人がどういう状態かは知らないけど、うまくなって普通に対面勝てればいいってことかな。まあ、ワンオンワンで勝てればいいんだったら、練習したら絶対いいんじゃないかな。まあけど、そういう人はまあそういう人なんだなって。いやどうせ見返してもね、見返してもなんかまたグダグダ言ってくるだけやろうし、あんまり気にしないのが一番いいと思いますよ。では、質問はこれで終わります。これで全部返したと思うんで、ありがとうね、ほんと1周年ありが、おめでとうございます。そのコメントもありがとうございます。今後もまたいろいろとね出していくんで、最近の動画はね結構いろんなジャンルだとは思うけど、サムネも作ってくれてる方とかもいて、すげえ助かってるし、めちゃめちゃいろんなことをし始めてるんで、今後も応援してくれたらなと思います。それでは皆さんまたね、ありがとうございました。よし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 、ジジイオーケーよかったよかった、ジジイ勝ったな、奥だ。よかったら皆さんまだの方いたら登録と高評価よろしくお願いします。 GG。